い、ということで皆様チャオワイでございます。プリンセスアイコです。本日はリバース1999のキャラ紹介していきたいと思います。配信で2回ほどですね取り上げさせていただいたタイトルなんですけども、ちょっと今回は動画で出していこうかなと思います。はい、まあ、内容としましては、今自分が持っているキャラクターのね、紹介をやっていきたいなというふうに思いますので、最後まで見てっていただけたらなというふうに思います。それでは早速どうぞ。ということで、今回紹介させていただくのはこの子でございます。サザビーちゃんですね。回復だったりとか、あとは必殺技とかでね、かなりお世話になってるんですけども、今日はこのねサザビーちゃんについて紹介していけたらなというふうに思います。ではサザビーちゃんですね、名前が、特性が中毒、回復、アタッカーの3種類ですね。スキルを見ていきたいと思います。はい、まず必殺ですね、それらを全部混ぜてということで、範囲攻撃、敵全員に 450% のリアルダメージを与える。またフィールド上の全員の中毒および持続回復の残りスタック効果を即座に発動させ解除するといった形でございます。まあ、ここに使われている中毒と継続回復とは一体どのようなものなのかというと、こちらですね。ターン終了時、発動者の攻撃力に基づいたジェネシスダメージを与える、スタック可能でございます。継続回復、ターン開始時、発動者の攻撃力に基づいて HP を回復する、このような効果がついていた場合に即決で発動するといった感じでございます。なので、まあ蓄積でスタックさせているやつをこの必殺技打った後にダメージを与える、もしくは回復するといった形になっていく、そんな、スキルとなっております。スキルの、1つ目見ていきましょう。3倍使用量ということで、こちら範囲攻撃ですね。敵2体に 80% のリアルダメージを与え、さらに対象に2ターンの中毒状態を付与。毎ターンの終了時に発動者の攻撃力 ×30% のジェニスダメージを与えます。2ターンなのでね、30、30と2回追加効果を与えるといった形になっております。で、これが1段階目で、次2段階目ですね。こちらが先ほどと変わったのが、2ターンから3ターンプラス敵2体に120% ですね。2枚重ねにしたところで敵2体に 120%、 ちょっとダメージ量が乗ってきます。 120% のリアルダメージを与えて、さらに3ターンの中毒状態を付与するといった形ですね。まあ、このカードの純粋な性能といいますか、このカードのダメージ量だけでいくと、まあ、2に合体させるよりも11で使った方がいいといった形にはなってますね。 80%80% で 160% なので、まあ2枚重ねると 120% になるので、まあそこをどう考えるかといった形になってくると思います。ただ対象に3ターンですね、中毒状態を与えるといった形で、最終段階までいくと、敵2体に 200% のリアルダメージを与え、さらに対象に5ターンの中毒状態を与える。 30% のジェネシスダメージは変わらないんですけども、敵2体に与えるダメージの量と、あとは何ターン中毒を付与するか、ここが変わってくるのかなといった形になってきております。では次、一番右のやつ見ていきましょう。濃縮エッセンスですね。範囲回復でございます。味方全員に2ターンの継続回復状態を付与。毎ターンの開始時に発動者の攻撃力 ×50% の HP の回復といった形です。で、次2段階目こちらが 75% ですね。なので2段階に合体させた時点で2ターンは変わらず、 50% から 75% に回復が変わると、ちょっと上乗せするといった形。3段階目ですね、こちらも2ターン変わらずでございます。ただ 125%ですね、といった形になっております。次、洞察について見ていきたいと思います。洞察1が3倍使用量が付与した中毒状態の継続ターンをプラス1してくれます。洞察2、バトル開始時に、回復量が 10% アップ
ップします。洞察さんが濃縮エッセンスが継続回復を付与する前に先に味方全員にかかった継続回復効果の残りスタック効果を即座に発動させて解除するといった形ですね。この必殺技の継続回復の残りスタック効果を即座に発動させて解除するっていうやつが3段階までいくともう自動でやってくれるといった形になるといった感じでございます。続きまして、はい、偽造だったかな読み方、ちょっと後でまた振り仮名振っておきますけども、限界突破ですね。6なのでかなり限界突破厳しいんですけど、私ですガチャ動画で出させていただいたんですけど、2枚抜きしたので1段階だけ突してるといった形です。それら全部を混ぜての与えるリアルダメージが 450% にアップする、強いね。2段階になったら中毒で与える前日ダメージが 40% にアップ、濃縮エッセンスの継続回復が60、90、150になると。それら全部混ぜての与えるリアルダメージは 500% ね。1段階目で450のところが 500% まで4段階までいくと上がる。それら全部混ぜての増やした中毒で与えるジェニスダメージの発動者の攻撃力かける 50% にアップといった形でございます。まあ単純にのせのせって感じかな。回復量が増えてリアルダメージ与えるダメージが増えて最終的には中毒のダメージも増えてといった形でございます。ではまあ実際にねどんな感じの攻撃をしていくのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは実践編へどうぞ。はい、ということで早速ね戦っていきたいというふうに思います。今回ねこのメンバーについては特に指定はしておりません。今後ねキャラクターの紹介をしていったらこのキャラとこのキャラ実はすごく合いますよとかっていうのもまだブリーズ大根もよく分かってない状態ではあるので、そこはね紹介していった段階でこのキャラとこのキャラ合うんじゃないかと見た形で紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、もしよろしければね皆さんの組み合わせだったりね教えていただければなと思います。では普通に見ていきましょうかね。まずは範囲攻撃やって回復入れていきましょう。さあ来ましたね、これ3倍使用量ですね。相手を中毒にします。で濃縮エッセンスは継続回復入れていくといった形。はい、ということでまだ今さっきに継続回復で638回復入ったんで、よしそれでは必殺技見ていきましょうかね。はい、必殺技ですね。必殺技を入れた段階でもともと入ってた回復だったりっていうのが即座にスタックが解放されるといった形でございますね。はい、ということでね、まあスキルの紹介やってみましたけどどうだったでしょうか。あんまりなんかこううまい噛み合わせとかがあんまできなかったような気がするんですけども、まあスキルはあんな感じでございます。はい、あとはまあ真相かな、私が今一応ねつけさせてもらってる真相は、こちらですね。記憶者が範囲攻撃アルティメットを発動すると味方全員の HP を記憶者の攻撃力 ×32 分回復すると、 32% 分回復するといった形のものをつけさせていただいております。まあこれ以外にもねいいやつあるかもしれないので、もしよかったらぜひ教えていただければなというふうに思います。ということで今回からちょっとねこんなキャラクターの紹介みたいなのをやっていこうかなと思いますので、皆さんもね、紹介してほしいキャラクターだったり、ね、お気に入りのキャラクター、あとはまあこいつ他にもこういう使い方ありますよとか教えてもらえたらなというふうに思います。本日の動画面白いなと思ってもらえたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次のキャラクター紹介まで、せーの、おつあいこ。本日の動画面白かったよ、良かったよと思ってもらえたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後はいつも通り、せーの、おつあいこ。またね、バイバーイ。